自分の中の高校製造ってこんな感じだ。誰ヒゲ爽やかさがない。あ、だから何そんなこと言う。なんか髪ギトギト母校に言うぞ。風呂入ってなさい。なんで屈せえわ。母校ってお前卒業してんじゃねえか。母校生プラスバイトはイコール何、はい、何だと思います。高校生プラスバイトそのリミットがバーガーの。はい、10万円になります。あ、お金取るのね。10万円、お金取るのね。カリーお金取るのね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なるほどな。はい、まあいいだろう。はい、いらっしゃいませ。このクジラからよく分かった。帰ってもいい、もう帰ろうぜ。もう帰ってもいい。どうしました、どうしました。お客さん、何か粗相がございました。あ、帰って帰って、いらっしゃいませ。どうした、どない、どうしました。ちょっと注文いける、いけます。いいですよ、もちろんです。じゃあおすすめ自分の中の高校製造って、はい、こんな感じだ。ヒゲ生えすぎだろ。いやいやいや、思春期ですから生えるもんは生えてきますよ。思春期もうちょっと若くないか。いやいや、人による時期ですよ、結構。こいつなんでこんな胸上げてんの。よいしょ、お下がりなもので。ブカブカのバージョンだったら分かるけど、スポーツの場合だとなかなかないだろう。おいまぜ、僕が父親にでして。いや、それ関係ねえよ、もらう人によるだろう。よいしょ、学校指定のワイシャツじゃないだろう。自由性で。マイクちょっと割れちゃいました。されてるじゃん、首のとこ。自由性なんですよ。大丈夫だよ。はい、すいません、ヒゲバンマン、あのヒゲ面のバイトだ。あれ高校生って顔じゃねえじゃん。手顔だね。なよいしょ、サイクだな。すいません、電卓の音うるさくない。はい、ありがとうございます。くせつ、首になるだろう。え、どう、私ちゃんと商品を与えて、お金も与えたっていうな。与えてちゃんとお金もいただいとるんで。この高校生バイトなんか、うん、やばいね。いらっしゃいませ。この店やばいな、これ。頑張ってて気持ちがなんか起きないよ、これ。何そんなこと言うんですか。誰ヒゲ爽やかさがない。あ、だから何そんなこと言う。なんか髪ギトギト母校に言うぞ。風呂入ってなさい。なんで母校、母校、母校ってお前卒業してんじゃねえか。母校担任の先生すげえ怖いんだぞ。怖いんだ。そう、どう怖いの。どう怖いか、あの社会の先生なんだけど、あの事前に黒板の字を消しとかないとその上から書き始めるタイプの先生。それはやばいやつだ。怖いね。怖いね。そう、で、黙って、あ、消しますよって言っても、いいよ、消さなくてって言って、そのまま授業を始めるタイプ。怖い。やばいやつだ。ノートが取りづらいですね。すごいよ。地道に攻めてくるタイプだから、気をつけた方がいいよ。なるほど。母校は。母校じゃない。母校言い過ぎだ。母校、卒業してないなんか。あ、でも、いや、まあ、卒業してないですよ。バイトですから、高校生の。何年生なんですか。今、2年生です。3年生っていうの。数学何？間取った。2年生です。あの、数何学んでるの？数 7E。進みすぎだろ。得意以来だ。多分、推薦、その大学目指すタイプのやつ。大学目指すタイプのやつだから。新学校？あ、それ大学。いや、もう後出てこねえよ。わからないのか。学校行ったことなさそう。それ無理だよ、多分。無理ってどういうこと？
無理って、無理ってどういうこと？続くんだね、これ続くんだったら連打お願い。カレー屋で働いて合格できないだろ。これは本当にダメですよ。違うカレー屋で働いても合格はできますよ。ちなみに数7ってどういう方程式っていうか公式と学んだ公式ですか？もうなんか定理とか、何とか定理とか。ありますよ。1たす1は犬とか、もうその辺まで行ってます。帰るか。あ、嘘。待って、ストップ、ストップ。嘘。待って。嘘。全然、いろんな公式ありますよ、全然。織田信長の定理とかありますよ、全然。あ、大喜利苦手なんだ。待ってください、ちょっと待ってください。得意ですよ。インテルの法則です。楽し方もうちょっと早く。おー、でもぽいね。あ、ポクちゃダメなんですよ。説明してくれる？いいですよ。あ、これヒロシやね。だから説明しましょうか。いいですよ。お願いします。だからヒロシじゃなかったら逆に言えたくない。どういう値でこっちに攻撃してきても全部防ぎますよっていう。サッカーチームの方だ。これヒロシかな？FIB の中だったら出てください。高校生プラスバイトはイコール何だと思います？高校生プラスバイト？甘いです。行きましょう。入れるの救急隊員と。本当に腹立つな。あの出口のとこで倒れたから。ちょっと厳しいってずっとさっきから厳しいって。マジでさっきから扇がえげつないって。俺マジでずっとえげつないって。えぐいってえぐいって。何あの脳裏身の大利切地獄。あれ何あれマジで何なんあれ。あいつらいいね。しかも俺ちゃんとつぶやきで高校生バイト君でやってるのになんでズズってバレてるわけこれ。なんでズズ、うん、いやでもなんでバレるの。全然声ちゃうやん。え、全然声ちゃうよね。なんで？いやもう声違うね。なんでバレるんこれ。え、おかしない？空気感やっぱオーラじゃないか。オーラで決まる。押し切れないオーラなんじゃないか。いやなんか何あの数学の大喜利みたいな。誰がうまく答えられるの。誰が面白くいけるのあれ。バイトイコールなんだよ。甘い。前もやってみろよここで。じゃあそういう大喜利って。やってみろよマジで。何がすごいかどうか知らねえけどよ。なんか前もやってみろここだって。カレー屋のこの舞台立ってやってみろよ。じゃあお前高校生プラスクイズなんですから。なんですかねだろ絶対答えるの。なあ甘い全員のリビトルスーってなんやなんねんな。何がやらないか知らねえけどよ。なんかダブルかましやがってこの野郎。止まんないなんだよ。やってみろよ。ノーリミット全員カレー屋大喜利やってみろよって話。なんか気軽にいじりポジションにおるけど。お前ら全員じゃお前この舞台立ってもやって。おいお金困るとか立ってやらしてみろよってな。やらしてみろトラオとかあそこ立ってさ。てみろよって学生バイト組んで。てみろよって話じゃないか。腹立つもう。めちゃくちゃ。こんにちは。いらっしゃいませ。あの、バイクから降りて入ってきて、あ、バイクで入らないでください。あ、やってないですよ、ドライブスルー。あ、バイクで入らないでください、ね、ドライブスルーでしょ。ドライブスルーで。あ、ドライブスルーあんま室内に入るケース見たことないんで。はぁ基本話が違うじゃんか。あ、変な話聞いとるこいつら。どうなんてんだよ。変な話聞きつけてきとるな、おい。変なさ、数八とか言いやがってよ。めちょ、お前やってみろ、ここに立って、お前。お前やってみるか、じゃあ、お前ここに立って。なあ、おい、お前もあの、スピード大喜利やってみっか、じゃあな。おい。なんか競技みたいに言うのやめてください。お疲れ様です。まあ、お疲れ様でじゃ気になってきてんじゃねえよ、バカ野郎。おい。勝手に、おい。そのリミットがバカ野郎。そのリミットがバカ野郎。構想だバカ野郎。構想だもんバカ野郎。お前こんな大喜利構想だバカ野郎。全員舞台に立って大喜利勝負じゃバカ野郎。大喜利構想だ。